黒石さんとかなんか興味ある人いますか。いや、興味は誰にもないですね。お前審査されてるだけじゃない。いや、なんか俺ダメなんですよね。なんかこういうさっきみたいなノリとか笑っちゃうんですよ。なんかくだらなくて。やるよ。でも狂言だからなんか知らないけど、お前審査されてるだけじゃないのか。いいよ、殺しちゃうから。やるぞ。ああ。いや別に全然それは構わないけど、なんか昔みたいになんかオラとかウラとかもう言えないのよ。もう牙抜かれたんかお前も。いやだからすげえなんかこれでいちいちカチンってこない。俺もなんか自分になんかすげえ腹が立つな。引っ叩いたらカチンってくんのか。な、引っ叩いたら俺殺すぞ。俺やってやるよ。なんだ、引っ叩いたら。あ、どこどこ、いいよ、試合やんだったらやるから来んな。誰だ、うちの大将。誰だ、言ってんだよこの野郎。誰だ、うちの大将。何してんだよこの野郎。関係ねえだろうね。うちの大将だよこの野郎。いいから知らないよ。座れよ。うちの大将だよ。誰だお前。うちの大将だよ。誰だよ。誰だよとかじゃねえんだお前。おい、何だって何もねえだろ。やるやる。おい、やるやる。やれ、おい、生意気なことつけんじゃねえぞ。おい、おい、てめえ誰てめえさっき聞いてんのこの野郎。てめえ誰だよ。えおい、誰かやりたい方っていますか彼だと。俺二人まとめたらしますよ。いやいや、むちゃくちゃだな。2対1お前らもやってるから二人じゃなくてさ、俺とだけにしてよ。なんでなんで二人なの。ね、さっきからさ、ピピピピうるせえから。しょうがねえじゃん、俺がいちいちギャーギャー言わねえからさ、代わりに言ってくれただけなんだよ。すっげえ責任感じるわ。俺とやってよ。でも丸くなってんだよ。ん、丸くなっちゃってんだよ。ねえ、だからそれも嫌なんだよ。なんかしょうがねえんだよ、だから。でも結局リング上がったらやるじゃん。茶番みたいのが嫌いなだけなんだよね。てめえずっと茶番してきてるだけじゃねえか。茶番なんかする気ねえからさ、花から。だからやろうぜ。できんの。俺だけでいいじゃん。殺してるかね。俺あれに負けたら多分もう首くくりますよ。首くくって絶対に負けない。本当に申し訳ないけどそれだけは負けない。だって殺しちゃったら7年やってないっつったってさ。だからなんだ、ちょっと違うもん。肩書きの方になってんの。ああ、分かった分かった。もう当日になるよ。変わるからさ。うわっ、おお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 お